ご出席の皆様、こんにちは。私も2019年に朝を市民館でスマホ動画でコミュニケーションという講座を受講し、動画作りを学び、その楽しさ、奥深さを知りました。今回は自作のカレンダーを素材にして動画を作ってみました。動画作りのアプリにはいろいろな機能が備わっておりますので、それらを使うことによってより一層高度な雰囲気の動画が出来上がります。私の経験から申し上げますと、いろいろ数をこなすことがやはり上達の一番のコツではないかと思われます。動画作りはやればやるほどその楽しさ、魅力に惹かれていくようです。皆様もどうぞその魅力、楽しさを十分に味わってみてください。皆さん、こんにちは。アバコです。朝尾には素晴らしい自然がまだまだたくさん残っていますね。そんな豊かな自然の風景を使った12ヶ月のカレンダーを作ってみました。この素晴らしい自然がこれからもずっと残されていくことを願いたいと思います。今年こそ穏やかな年の瀬、そしてそのまま新しい年へとバトンタッチできるよう、皆さんと共にお祈りいたしましょう。